D 先輩です。ノクターン。D 子だよ、ノクターン。そろそろやられることにも慣れてきましたね。ほんと。ごめんなさい、強がりました。だよね。強化がうまくいった時ほど絶望感が大きいですね。レアな武器を持っている時はなおさらだね。ふう、まあ気を取り直して頑張っていきましょう。またまがまがしいけど。呪われそう。剣だけ。うおー、よかった。デメリットなしなのは嬉しいね。は？え、なにこれ。銃も一緒についてくるんだけど。変なの。やっぱり盾まで外れたな。とりあえず剣だけでいいのです。あれ？自動で二つとも手に入るのね。どちらか片方だけは無理なのか。なるほど、つまり両手武器ってことだな。セットなんだね。これも何かとのコラボなのかな。そうだね。ふむ、まあ悪くはなさそうだけど、盾まで取り上げられるのは困るな。一応はそういうプレイスタイルだからね。よし、それじゃ気になるところだけお見せしつつ、あとはどんどんカットして進みますよ。結構敵から入手できるんだね。スキン、つまり着替えまで出るんだな。回避。あいつは。そうだ、気になっていたのよね。っていうか、そういえば毒のエリアに来てるんだ。はい、一応リベンジです。どう見ても危険な匂いしかしませんか。壁のタペストリーがドクロだもんね。まあ行くしかないか。でしょうよ。エリートだね。しかもあなた。ロリーさえすれば案外簡単だったね。デイリーチャレンジで見て終えたのも役に立ちました。瞬間移動。え、何それすごい。なるほど、もうここから戻れないから、この像から行けるってことね。そのための像だったのね。今まで散々気になってましたからね。来ていないんかい？消えちゃった。これでよし。回復2回はだいぶ助かるよ。ですね。またあった？前はあそこからレジェンダリー弓が出たもんね。今回もレジェンダリー武器が出るといえば、今後の反応が可能なことになります。ぜひゲットしたい。光が敵に伸びて盾みたいなマークがついてるね。この敵を倒せば解放されるってことかな。多分そうだね。おお。やっぱり、L がついてる。レジェンダリーの剣だね。しかし今持っているのは使い勝手のいい電撃の鞭。これを捨ててまでこの剣を使うのは悩むな。威力もそこまで大きく変わらないのだね。ややでが遅い剣なんですよ。いえ、こんなところでやられたくないよ。え、勝手に。そうか、これが瞬間効果か。うまくなってるね。何度もやり直してますからね。この辺の敵はさすがに慣れてきました。あれ、もう累壁だよね。はい。ここの敵だって別に弱くはないよね。はい、ご覧の通り油断するとすぐやられます。危ない危ない、気を抜くところでした。気をつけてー。け、
オーラ全開の人がいる。エリート。さすがに回復すべきですね。いざ。この電気。一瞬で。焼き犬。武器なのか。っていうかダメージが低いけど。はぁ、投げたよ。火炎瓶ってこと？そうみたいね。ちょっと使い勝手を見てきます。何それ？感染。それが全ての元凶っぽいね。またひどい話になりそうだな。本当に罪を犯したのでしょうか。そこからして怪しいね。なるほど。まあ悪くはないけど。悪くはないけど、そういうレベルだな。だね。サブとして使うには良さそうな武器ですが、盾と入れ替えてまで使うのはやや大変かな。継続ダメージを合わせると結構強いけどね。敵に接近されるとかなり厄介です。メインとして使うのは大変かな。確かに。で、あんなところに宝石が。通路がないってことは左から落ちて取れと。そういうことか。よっと。こういうのもあるんだね。これで戻れると。お、ここが累積の一番端か。夕焼けが綺麗ねー。これが思った以上に役に立ちそうです。ちょ、ボスなのにあっさり。もう何度も見せてますしね。特に前回ね。毎回これは美味しい。そして図面とかもまだ出てくるのか。何度撃破しても美味しいね。おお、あのボスっぽくなるスキンか。そして焼き印。戻ってきた。おい。しかもさっきよりレベルが低いぞ。なぜかダメージはこっちのが高いけど。ボスから出たからかしら。それか副効果のせいでしょうね。あ、よだめ火ダメが2倍になってる。さて、以前はこの高床村に行きましたので、今度はこちら。崩壊した神殿に行こうかな。名前がちょっと怖いけどね。この出口の色って意味あるのかな？そういえば違うね。難易度を表していたりして。え、こういうところ。アスレチック面？しかも曲がかっこいい。ほんとか。うわ、床が崩れたぞ。はぁ？トラップ。おい？全力で殺しにかかってるぞ。ほんとだ、隠れてスイッチがあるね。なんて恐ろしい。敵も普通に強そうなのに。さらにステージギミックが突き進みます。基本的に落とそうとしてくるね。この際落下ダメージの方がマシなのでは、とかすら思ってしまうな。それはあるかも。違うのに感じてきたぞ。あれ、消えた。血が飛んでたから倒したのかも。今のをよく見ると、ゴムに当たっているように見えますが、むしろワープした先のドアに挟まれてた気がするな。
レストラン。ほんとだ、コック帽。これは素晴らしいお店じゃないか。今までで一番嬉しいね。うわ、チャージできるんだ。その代わり2万もするね。正直これだけでもありがたい。特に今はちょうどいいんじゃない。無駄にせず回復できました。持っていければいいのに。さすがにそれはね。贅沢か。さて仕切り直しだ。ここは見た目以上にきついと見た。そうね、油断しちゃダメだよ。極大から追加に気持ちでジャンプしそうになる。警戒にね。そこは警戒しないか。強敵オーラがすごいね。でもそこまで強くはないか。不意打ちできれば簡単だね。槍を投げてくると厄介なんだ。うわ、呪いの。キラキラ光ってる場合じゃないぞ。よかった、取るまで閉じ込められるわけではないのか。別に取らなくてもいいのね。それなら取るわけないじゃない。まあ中身は魅力的でしたが、ここで取ったら間違いなく即死します。相当上手い人じゃないときついよね。未だにノーダメージでクリアしたことがないんですから。序盤のエリアでも無理なんだね。あ、今のはひどい。ほど使える戦闘だね。ああいう戦い方もありますね。この上に着地した衝撃で倒そうと思っただけなのに、まさか振り抜けて落ちてしまうとは。余計なことするから。あれ、真下にもあるんだ。ほんとだね、勝手にそちらも解放されてる。壁越しには感知しないか。これだね。なるほど。罠だらけだね。両手と同時に何かきついです。こんなに下まで続いてるんだ。さすがにここが一番下かな。気づいた方もいるかもしれませんが、実は今回からボタン配置を一部変更してます。そうなの。はい、決定ボタンとロールボタンを逆にしました。そのせいでまだ操作に慣れず、というか今までの慣れのせいでとっさなローリング回避ができません。さらにドアを開けるのも結構失敗してます。そうか、それは決定ボタン、つまり今までならローリングボタンだったのね。その通り。まあ徐々に慣れていきます。
多分こっちの配置の方が私はやりやすいはずなので。そのはずなのにやりにくくなっているのはなぜなの？最初からやりにくい配置のままで慣れちゃったせいですね。ボタン配置の変更は慣れる前にやっておきましょう、ということかな。さてと、戻るだけならワープの方が安全ですね。ドアの近くなら破壊して、これで気絶するから安全です。この変更はまだ使えるね。お、今のはナイス判断。我ながら落ち着いてました。よし、今度は普通の宝箱。でも中身が敵の場合もあるからね。まあこの狭い部屋の中では大丈夫かなって。それもそうか。これは単純に強くなってますよね。副効果はいくらでも変更できますから、基本的にはレベルの高い方を選んで間違いないはず。そうね。それにしても敵が多いな。まあクリアは当然ですけど、セル集めもしたいので、できる限り敵は倒していきたいところ。こういう危険もあるからほどほどにね。今のは焦った。回復2回の効果を今噛み締めています。まだあと1回できるっていうのは大きいね。嘘でしょ。元に戻ってるし。なんでこうなるの。あれ、前も手に入れた気が。手に入れたけど届けられなかったのよ。あ、そうか、そのまま死んだんだっけ。今回も届けられないと同じことになるよ。そういうことですね。え、どう見ても動き出すやつじゃん。間違いない。その前に周りの敵は排除しておいた方がいいね。それはいい判断だよ。これでいいか。試しにね。やっぱり。うわ、何そのリーチ。想像の倍はあったね。盾ごと粉砕されそう。でも上から無傷で倒せない。時間かければいけちゃうね。まあそれも味気ないので、一回くらいはガチでやってみたい。サブの組み合わせがかなり良かったね。グレネードだけでも倒せたし、ウリストラップが有能すぎた。お宝だらけ。中ボスみたいなことだったのかな。宝物庫の番人だね。おお、レジェンダリーだ。こっちも。だけどこれどれか一つだけですよね。そうだね。うん、正直言ってどれも微妙な場合はどうすれば。今のサブの組み合わせが優秀だもんね。となると残りは武器だけだけど。うん、まあ悪くないけどね。これなら普通の耳の方がいいかな。ということで結局何もなかったことに。これは切ない。前みたいに連弾の耳のレジェンダリーなら喜んで使ったのに。あれは強かったよね。ガラスが強すぎる。その向きのまま拘束するのは強いね。今のはひどい。さすがにかわいそうになる。そんな、レジェンダリーを手にすると呪いがかかるのか。そんなことはないけど、またここに戻るのは心が折れるね。今のは聞いた。
はぁ、え、何これ、最初の盾ってこういうこと？え、これは初期の盾じゃない？はい、実はこの先にもっといい盾が置いてありました。ということで切ないけどまた頑張りましょう。何度もやり直して申し訳ない。ノクターン。また頑張ってね、ノクターン。